はい、えー、皆さん、こんにちは。OpenShiftCommonsGathering、えー、お楽しみいただけましたでしょうか。私は、レタートで製品統括事業戦略を担当している岡下と申します、えー。私の方から少しだけクロージングの挨拶をさせていただきたいと思います。OpenShift、えー、この市場に投入して約7年ぐらい経ちます。その中で、この OpenShiftCommons というのは、オープンシフトレタート OpenShift をご利用していただいているユーザー様が、 そのオープンシフトの活用事例もしくは実践的なノウハウを共有するという場で約2015年ですね設立された企業向けユーザーのコミュニティになりますでその中でもこのオープンシフト・コモンズ・ギャザリングというのは約年4回ですね主にアメリカとヨーロッパで開催しておりその企業ユーザー様が一度に集まってですね皆様の実践的なノウハウをですね共有する場のイベントとなります このオープンシフトギャザリングが日本で開催されたということは日本でもこのオープンシフトのユーザーが少しずつ増えてきているというところをもって私は非常にう嬉しく思っております、まあ、特に今回日本で開催するにあたりここにご覧いただいている共産のスポンサーの企業の皆様がいろいろサポートしていただいたことにつきます改めてスポンサーの皆様にはお礼を申し上げたいと思います また、ここにご覧いただいているスポンサーの方々は、日本の市場の中で、コンテナの普及、それからオープンシフトを活用したさまざまなデジタルトランスフォーメーションの取り組み等々行われております。今後もです、ね、ぜひこれらのスポンサーの企業の皆様、パートナーの企業の皆様で、このコンテナの市場を活性化していただければと思っております。 で私の方から最後にですね、簡単にこのオープンシフトコモンズギャザリングの運営方法についてお話しします。えー、オープンシ h i f t ン o m m o n ン g a t h e r はですね、このオープンソースウェイという方法で運用しています、えー。まずこのオープンソースウェイで最も大切なことはですね、まず参加するということです。えー、参加することによって様々なアイデアや経験を共有するということから始まります。でその中で 最もいい方法だとか、まあ、優秀なアイデアをです、ね、共有して議論してそれを選択するとそして参加している皆様に活用していただくというエコシステムを作るというのがこのオープンソースウェイという最も重要な活動になります。本日この場に参加していただいた企業の皆様においてはいろんな経験をです、ね、共有していただきどうもありがとうございました。 まあ、ぜひですね、この経験をですね、えー、よりこの先に生かしていただきたい、もしくは今日ご覧になっている皆様の方からもですね、新しいアイディア、経験をですね、次回のオープンシフトコモンズギャザリングに、えー、ぜひですね、参加していただいて発表していただければと思っております、えー。来年もですね、このオープンシフトコモンズギャザリング、日本で開催できればと思っております。最後にですね、えー オープンシフトランというものをこの後開催します。これはもっとその技術よりのお話の場になるコミュニティになります。ここではさまざまな、もうちょっとテクニカルに入ったですね、より技術者のコミュニティとしての情報交換がこの場で行われます。ぜひですね、オープンシフトラン、この後も引き続きお楽しみいただければと思います。それでは私からのクロージングのメッセージは 終わりにさせていただきます本日はどうもありがとうございました